こんにちは、久しぶりに自撮りします。今日はちょっと、自分の宣伝、だいぶ前出したんですけど、2年か3年前出したんですけども、途中までの銀座に来るまでぐらいの、生き様を書いてます。これを見てください。木林先生です。神の雫の木林先生に帯を書いていただきました。これ作るのに400万かかってます。今日は、穴について、いつも、穴しか使ってないんですけれども、たまに安いチケットが出ると、LCC は、50回に1回か2回は乗りますけれども、それ以外いろんな航空会社で安いのが出れば行きます。この前スリランカ航空の、ドーハ、ダマラン明けですかねに行ってきたんですけれども、99,000ドーハまで、乗り継ぎが往復で5回ありましたけれども、それを、買ってドーハに初めて行ってきました。ちょうど U23 ですかね、サッカーの始まる手前で、最後の日は、シェラトンですかね、その開催のスタッフがいっぱいいてました。すごいドーハは良かったですね。何がいいかというと、みんな親切。ドーハの人が親切かどうかわからないんですけど、そこに働いているホテルスタッフがすごく、もう日本をはるかに超えたおもてなしができるというか、それと、ドーハすごい綺麗ですよね。ゴミをふかさないでというのが道にいっぱい書いてありまして、もうゴミ一つ落ちてない状態ですね。あと女性が少ないというか、表に出てないと思うんですけれども、ほとんど女性は見ませんでした。男がうじょうじょ言いすぎてちょっと気持ち悪いぐらいの、人でした。それで、穴について今日はちょっと語ろうかなと思ってます。最初この行く時はバタバタバタっと海外行くんですけど、行かない時は1年2年空く時あったのですが、コロナ禍、行こうというそういうことを考えついて、コロナ禍に、いっぱい来ました。コロナ禍、何回か予約して取れませんというのがあったんですけれども、その中で1回だけすごいいいのがありまして、正月ですかね、パリ行くのに、パリ、マルタかな、パリかマルタ乗り継ぎでしたから、マルタかもしれません。行く時に、当時、接種ですね、接種しないと乗れないとか、ちょっといろんな絡みがあったんですが、成田まで行って成田の空港でチェックイン しようとすると、こちらから、乗ることはできますが、スイスで乗り換えの時に、接種証明がないと、乗り換えできない。いや、空港の中で乗り換えするんですかけどもって言ったら、いや、それでもできないとカウンターで言われて、そんなのどこ見ても探してもなかったのにと思ったんです。でその時も彼女は諦めてたんですけれども、僕はすぐダイヤモンドデスクに電話して、こうこうこういうことがあって乗れないんですけれどもという、ちょうどビジネスクラスが特典で取れてたんですかね、それ、行ったところ、ちょっと待ってください、今から羽田にも行けますかって言われて、いつも自分の車で行ってるので、はい、行けます、1時間もあれば十分と思いますということで、言うと振り替え便を取ってくれて、もちろん無料です。なぜ無料かというのは、一度そのチケットは穴川がキャンセルしたチケットだったので、取ることができました。神業みたいな、こういい
人に電話で当たるとそれができるんです。なんかこうこうできないかなと言って電話してできない時にその対応する相手によってできる相手がいてますから、できないと言われた時はもう一度してください。きっとできます。容量がいいというか、容量はいいんじゃないかな、よく分かってくれる人に当たると融通が効くんですけれども、もうマニュアル通り言う人に当たるとダメですね。だからいつもいろんなとこ行く時もいろんな変更する時もマニュアル通りする人としない人がいるんで、ダメな時は必ずもう一度電話します。それと、ちょっと病気したのですぐ帰るという彼女が言ってもうキャンセルしたんですが、キャンセル費用を取られない場合もあるんですね。病気すると日にちを変えてもらうことが一番いいんですよね。だから日にちを変えてもらうのはそういう不幸があったりとか病気があったりとか何かあった時に、変えてくれます、無料で。それをキャンセルするとダメなんですよね。私ね、キャンセルして50万ほど損しました。日にちを変えるとよかったんですよ。何事も経験しないとその分からないというか、これ経験したから分かったことですが、キャンセルはもう何パー 50% 60% 引かれますけれども、日にちを変えることに対しては融通聞いてくれます。事情があれば話すれば聞いてくれます。できる限りやっぱりダイヤモンドを取ることが一番大切ですね。ダイヤモンドを取ることによって電話もすぐつながるので、融通聞いてくれやすいです。ダイヤモンドを取るのに3年前にそのことがあったんですけれども、ほとんどダイヤモンドになりかけだったのですが、最初プラチナ目指してたんですね。11月にまで、これあと1ヶ月でちょっとダイヤモンドを頑張ってみようかなっていうのでダイヤモンド頑張るようになりました。で1日2回往復はなかったのですが、3日連続沖縄行ったり、プレミアムクラス取ると結構早く取れるんですけども、 PP 単価がやっぱり高いので一番安い、28とか、で取ります。それで初めてダイヤモンドを確定させて、翌年から最初の時は、5万 PP とあと、600万円とクレジットカードを使うのと、アナカードですね、それと、7つほどの、電気代とかなんとかかんとかをクリアすれば、5万 PP でダイヤモンドになりました。そこから翌年は、11万 PP 行って、去年は5万 PP で3年連続、ダイヤモンド達成できました。です。まあその達成したさなかに、昔からこの15年ぐらいしか穴は使ってないんですよ。それまでずっと JAL だったんですけれども、JAL のちょっと台風がその時悪かったんで穴に変えたんですけれども、ミリオンマイラー、この箱に入ってくるんですね。ミリオンマイラーはこの箱にこうやって入ってくるんですよ。ここに入ってくるんですね。ミリオンマイラー、ミリオンマイラーです、ね、これです。入っているのは比べてみましょう。箱も全然違いますね。時計が入ってるのかと思うような箱が入ってきましたね。これスーパーフライヤーですね。あとダイヤモンドの大きさはこれです。ダイヤモンドの大きさと比べて、ちょっとちゃいますね、やっぱり、ね、どっちかというとこっちの大きさの方がいいんですけどね。
やっとこう目指していたミリオンマイラー、ミリオンマイラーといっても、たかがハーフマイル、50万マイル、50万 PP ですけど、50万 LT マイルですかね。今でやっと60万近くなったのじゃないかな。60万になってんのかな、どうなんだろう。それと、ちょっと見てみようかな。60万マイル、もしかしたらなってるかもしれないな。ちょっと待ってくださいね。ログインチャンチャンコ。プレミアムポイントは1万9000円なのかな。LT マイル、ライフタイムは57万4000マイル。あと2年ぐらいでちょっと本気出して、この2年でだいたい27万ぐらい乗ってますので、これ27万2年足したら70、80万、やっぱりあと3年かかりますかね。3年かかると思います。3年かかって、本当のミリオンマイルを取りたいと思います。まあ取ったところで何の得点もないんですけれども、これがちょっとボロ色に変わるだけなんですけれども。私がなんでこんだけいろんなところに行けるかというのは、お店の仕入れを、カードで切ってるから、アナカードで切ってるので、マイルがたくさん貯まるので、もう本当、10万以上のお金は払わないという感じでやってます。あとそのポイントですね、マイルプラス2人で 10万円以内とか、ほとんど海外はマイルで行ってます。たまに計算すると、アジア方面はマイルを 1.7 倍、ダイヤモンド 1.7 倍ですから、コインに変えて、で、燃料サーチャージと計算して現金で払うのと1万円ぐらいの誤差しかないなと思った時には、現金で買います。マイルを、コインに変えて現金で買います。だそういうのを絶えず、細かいですけど細かく計算します。 なぜかというと、もうやっぱりたくさん行きますので、まあ、それも、一応 YouTube 上げてるんですけども、 YouTube はもう全然お金になりません。まあ、1000万この2年でかかったとしても、まあ、15万も入ってきませんからYouTube でみんな儲けようと考えてる人がちょっと大変ですよね、みんなね。でこの、なぜ、海外穴行くかというと、昔はもっとすごかったんですね。昔はもう JAL でしたけども、いつも、それも書いてあると思うんですけれども、ゴールデンウィーク前に、JAL にオープン会から電話して、明日か明後日のゴールデンウィークのチケット、ビジネスクラス取れますかって。当時固定式だったので24万か7万かどっちかだったと思うんですけれども、チケットは取れますけれども、ホテルは取れないと思いますけれどもって言われて、ホテルは私が取りますから大丈夫です、チケットは取れますから取れますって言ったら、じゃあ、取ってくださいって言って、それで、ほとんどカウンターに電話して取ってましたね。ホームページその頃使ってたんかな、使ってませんでしたね。結構 JAL もだから30万 LT マイルぐらいありそうな感じ、最後8万マイルぐらい捨ててしまったんですけれども、ちょっとライブドアショックでドツボに落ちたんで捨ててしまいました。で、何の話だったっけな。そうそうそう、一番、調子のいい時ですよね。いつもヒルトンホテルとか、リッツカールトン、リッツカールトンはまだできてなかったかな、その時ヒルトンホテルに行って、フレンチとかバーとかいつも行ってたので、そこのソムリエと仲良くなってて、ちょっと偉いさんで、ソムリエ日本の第1号のソムリエで、まあ、うちの北新地のお店にあの人は引き抜きましたけど、後で、その人に電話して、あさってのハワイ取れるって聞いたら、取りますって取ってくれて、ハワイに着きました。もう一人で結構行ってたので、そしたら
もちろんヒルトンなんですけども、ヒルトンは何頭か立ってるあそこしか頭になかったんですけど、カウボーイヒルトンって当時あったんですね。イルカがいて、今もイルカがいるけども名前が変わったかもしれません。そこにタクシーで行って、そしたらリムジンだらけなんですよね、ここのホテル。うわ何このホテルと思って、びっくりして、初めてですか来られるのって、初めてですって言ったら、なんかすっごいいい部屋に通してくれて、で買い物に行くたびにリムジンに乗って下に降りていかないというのがなんですよね。でリムジンに乗って降りていくと、その時ベルサーチがめちゃくちゃ流行ってる時だったので、ベルサーチに行って買い物を2点ほどしたら、そこの女性スタッフがホテルまで持って行きます、ホテルまで持って行きますので、いやこんな T シャツとシャツでホテルまで大丈夫やから持って帰りますって。いや後でなんか聞いたらすごいやっぱりいいホテルらしくて、すごいやっぱりそれってすごいですね。ホテルのも部屋まで持ってきてくれるって、ホテルのフロントまで持ってきてくれるのかな、こんなのフロントまで、モナコは結構大量に買った時ホテルのフロントまで向こうが持って行ってくれたんですけども、シャツ2枚ぐらいでホテルのフロントまで持っていく、そういう経験しましたね。当時はもう道、ハワイの横断歩道というか、海岸通り渡るとうちのお客さんと、ああ久しぶりですって会うぐらい日本人が多くて、どっかで誰かと会うというぐらい、日本ブームでしたね。日本ブームというか、このコロナ禍行った時にあまりにも日本人がいないのでびっくりしましたけれども、そういうその JAL 経験はすごかったです。アナになってからもっともっとお金持ってたんですけれども、乗る機会がすごく多かったので、エコノミーしか取らなかったんですね。それとまあパリ行くことが多かって、エールフランス、彼女をパリに住ましてたんで行き来してたんで、その時に、搭乗口でチケット通すと当たりって言ってくるんですよ、この人ビジネスクラス3回に1回ぐらいビジネスクラスに当たるんですね。いやこれはビジネスクラスの中でも全然大丈夫やと思うぐらいビジネスクラスが取れましたね、あのところ。エールフランスよかったですね、すごいよかったです。でそのエールフランスの前にいっぱい持ってたので、それを JAL に使おうとした時に、JAL の対応がすごい悪かって、それで JAL をもう毛嫌いしたんですね。もうツンツンして、なんでそんな偉そうに言わなあかんのと思うぐらい言われて、それからやっぱり下町のアナに変えました。最近ちょっとコードシェア便で JAL 乗るんですけど、やっぱりそのツンとしてるか凛としてるといいように言えば凛としている、たまにアナっぽい人がいて、あの子はアナっぽいね言ってた、私も思うといういややっぱすぐ分かりますよね。辞めた人でもどこの航空会、CA してましたら言ったらアナでしょうジャルドでしょうというのはもう雰囲気で漂ってきますよね、分かりますよね。しょうもない話ですけどもそれで今ね、そのちょっとコメントがすごい変なコメントがガーッと入った、ちょっと中国人のマナーについてなんですから、あったんですけども、それがすごいコメントが入ってきて、私何でもいいねいいや入れるのでいいね入れるとまた数が増えるってどん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 増えて、一気に増えたんですけれども、でもそれがやっぱりいいダメなんでしょうね、蔑視してるみたいな感じになったんで、それで、利益になるアカウント、利益にならないんですね今、
まあ、別に利益になってもならないのかもしれない。もう、1回の、ホテル代にもならないんです。3万円にもならないお金ですので、まあ、貢ぎて、お金は停止らしいですけども ね、そんなの私にとってはもう何のあれだでも、ね、だででもないので大丈夫ですけれども、そういうことを突然やられたいうことで、ちょっとショックでしたね。ショックは隠せませんでした。2日ほどがっくりきましたね。でも、これ残してるのはやっぱり自分のそのビデオレターみたいな感じ、自分自身に送るビデオレターみたいな感じで、ああ老けたなあ、あの時はこんな感じだったなとか、あの時はこういうことしてたなとか、で過去に、旅行した国どこ行ってたかなとか、そういう自分の、アルバム、写真アルバムとかの動画は、そんな感じで最初は残そうと思ってやってたので、まあ別にね、このチャンネルがなくなりさえしてなかったら、私の考え方なんのやっぱり息子なんかにも残せますし、こういう本という形にも残せますけれども、本は400万かかったので YouTube で400万儲けるのは大変ですよね。皆さん、たまに半年で、とか1年で 1万5000とか3万円とか、結構数何千見てるのにそんな人いてますよね。だから本当に一部の人だけしか利益は出てないと思うんですけど、もう利益なんて出ないでしょ。まあ、それはいいです。なんか、ね。次の話題が、次の話題行くまで、今月7日、じゃあ来月か、今月っていうのは、5月の7日からホチミン行きます。ホチミン、一番好きなところなんですけれども、5月7日から12日にホチミンに行きます。5月8日が私の誕生日です。もう72歳になるんですよ。どう思います？あ、そう、72歳になっ、71歳の終わりに、この前、先週、韓国でアートメイク行ってきました。2人で6万円、1人3万円。アートメイク、日本だと高いらしいですね、今。昔13、4年前、1回しようと思ったんですけど、その時も2、3万だったんですけど、今は 1人6万、8万するって聞きましたね。怖いです。これ、やっと落ち着いてきたんですね。1週間経つか経たないかですけれども、最初ちょっとね、 漫画みたいでした。次これがうまくいったら、もう韓国で2人でもしようかなと思うぐらい、こう眉はもうほんと小さい時からコンプレックスで、ね、眉できたんで嬉しいですけれども、この上げてくれって言ったんですね。最初ね、こう丸くなってたんで、ちょっと間の抜けた顔みたいになってたんで、上げてくれたら、いや、怖い顔になりますっていうか、まあ今でも怖いからいいですって上げてもらったんですよ。で、結構食べ物とか、毎日レモン1個食べてますし、バナナと、ブルーベリーのジュースを毎日飲んでますし、クリームもやっぱり今流行りの非なんとかいうやつ、ヒルトさん、何でしたっけ、それを毎日お風呂上がりに塗ってますし、だから15、16年前に儲かった時に、この歯ですね、インプラントが12本、全部、ジリコンに入れました。で、当時で、800万と400万で1200万ぐらいかかりました。今はもう絶対全然無理です。
で、このジルコリュを紹介してくれた先生が、のところにちょっと歯が取れた時なんか行ったんですよね。そしたら先生がずっと私が責任持ってしますってただでしてくれるんですね。すごい先生です。はい。で、この歯がこの前くしゃみして取れて、半年ぐらい前なんですけど取れて、それを今仮歯入れて、今度は新しいジルコニアができるんですけども、先生もしかしたらそれもお金取らないみたいです。ずっとタダなんです。本当気持ちですよね。気持ちを示すとそういうことが返ってくるんですね。ウーバーも必ず空港からの往復はチップ渡しますし、ベッドも、ベッドには必ず毎日チップ置きますし、スーツケース持っていただいた人にもチップ渡すし、そういうのをしてると帰るとき連絡くれたら迎えに来るよって言ってくれた人がいて、韓国なんですけど、1回目にそれで帰るとき言われて、朝早いのになかなか朝早いの来てくれないのに来てくれまして、で2回目に行ったときに獺祭を持って行ったんですね。この前はありがとうございましたというのを獺祭持ってるんですね。もちろん行き来のチップはちゃんと渡してますし、獺祭持って行ったんですよね。そしたら今度3回目の帰る時に、なんと大きな韓国のりアップしてますけど、それを一個ずつこの空港まで送り届けてもらった時にいただいたんですよ。いや、そんなね、でもやっぱりすごいなと思います。常識のある人間はすごいです。日本でもいただいても何のお返しもしない人いっぱい出ます。ありがとうのメールも送ってこない人も、まあ気の利いたありがとうの LINE とか、SNS でショートメールで送ってくる人もいてますけども、昔は手紙で一筆か何かをお返しをするか、それが目上のもんであっても目下のもんであっても必ずそれをするしてもらったら、ありがとうの一筆か、何かお返しすると、そういうのは当たり前だったんですが、特に東京に来てからは一切そういうのはないです。もらったありがとうで終わりです。本当に、自分は偉いんかと思うぐらい、まだもらってないで言われる人、2回送ったのに2回もらってないでって言われた人がいてましたけど、まあ、その人にはもう一切怒らないようにしました。ペトルスじゃなくて何ですかね、その高いボトルを1本送った時だけありがとうの、SNS かメッセンジャーが来ましたけれども東京は厳しい街です。次はまた何ヶ月後かに、この続きを書きたいんですね。この本は全然私の、言ったことが反映されてないんですね。ライターが私の意思を分かってないというか、なんかこれを書いたことによって私の友達がだいぶ減りました。Facebook の知り合いの人なんか、ようそこまで書いたなというふうに言われました。私も書くの嫌だったんですけど、仕方ありません。続きを書きたいですけど、本当は映画にしたかったんですけど、面白おかしくして映画にしたかったんです。なんか俺の、っていうのかな、おてんばっかり書いたんですよ。俺が憎たらしいんかと思うような書き方してます。で、本当はこれ思い通りにできとったら、これをマツコの部屋とか、5時に夢中とかにこれ一個にどんぴりつけて、マツコとかのスタッフにブワーッと送って宣伝しようと思ったんですよ。で、中見てしょうもない、やめようと、もうやめました。この本はやめ、失敗と思って。まあ、でもある程度自分の、
選んできた人生変えたので、共感してくれる人は何人かいてましたけども、見た人の、何人かいてます。私が腹立つ人は、Amazon で悪いあれをつけてますけれども1をつけてるんですね。ずっと5だったのが1が1個増えたために、3点何倍になってしまいましたけど、まあ、それは仕方がないです。もういつも嫌がらせする人がいてるんで、その人の人生でしょう。じゃあまた次回、72歳になってるかな、編集はまだまだ下手くそなんで、まともな YouTube は作れてませんけども、72歳けど頑張ります、ね、なんかちょっと参考になることがあったら、いつでもお答えしますので、お金の作り方とか儲け方とか水商売での成功の仕方、もう商売の神様って昔言われてましたから、水商売は絶対減らせますいつでも連絡ください。じゃあ今日はこの辺で。